今までのお話が1回目です。第1章なんですけど、これから第2章に移ります。これはシンガポールの国際交流センターです。で、こう言われても皆さんとしても、その映画の全体のこう映画というか、世界の映画の中のアジアの位置というのは、ポジショニングというのは数字で抑えることがなかなか難しいと思いますので、そこからお話したいと思うんですが、皆さんご存知の BBC ですね、イギリスの。ここがですね、21世紀の偉大な映画、要するにグレイテストムービー100フィルムスというのをリストアップしまして、報告したんですね。この中で、アジア出身の監督の作品は、100のうち11作占めるんです。そのうちの8本はジョイントベンチャーなんです。で、これはですね、その前に BBC はアメリカのムービーのヒストリカルグレート100というのを出すんです。出したんです。そうしますと、この100本の映画の中で32本、これは要するにアメリカで生まれないアメリカで生まれてない監督がハリウッドなんかの資本を得て作って、それをアメリカ映画にしてるんです。だから32人はアメリカ生まれじゃないんです。そして先ほどの通り BBC はこれから絶対アジアは伸びる、グロー、どんどん進んでいく。それで一つは僕はこれだと思うんですね。11本、100本のうち11本、そのうちの8本が共同制作。というようなことで考えますと、1回ですね、僕たちはシンガポールの中で映画スタジオを作っていた、そしてそのマレー語の映画ですね、やったショーブラザーズとキャッセルです。まさにゴールデンエラーと言われてますけれども、この時なんです。ここから始めると。そうすると、シンガポールにおける国際共同政策の、始まりですね。1950年から67年に作られたマレー語の映画っていうのは、なんと267本あるんです。はい。そうすると、なぜこの期間終わったら、なくなっちゃったのか。これは考えてみれば、根本から HDB に移ったというその生活習慣が変わったということもあると思います。だけれども一つ大きいのは、インドネシアのスカルノさんがやったコンプロンタシなんですね。マレーシアの独立はイギリス植民地主義の繁栄でしかないというようなことで対決しちゃったわけですね。これ66年ぐらいで終わるんですけれども、これはインドネシアに対してのこの映画の輸出が止まっちゃったことを気にします。それともう一つはマレーシアからの分離独立です。ですから一時期そこで関係がなくなっちゃったわけです。だから交流がなくなっちゃった、映画関係というようなことで、残念ながら2つの映画会社はスタジオをここで閉鎖します。そしてもう一つ、僕はこのよくショーブラザーズとキャセって言われてますけれども、この2社がどう違うのかっていうのはですね、やっぱこれからのシンガポールの映画を考える上でもすごく僕は重要だと思ってますのは、一つは華僑ですね、それともう一つは華人です。だから正確かどうかは別にして、華僑っていうのは英語で言うと、オーバーシーズチャイニーズ、いつかは戻る。この華人っていうのはそれチャイニーズ、ここで生まれたんだから、ここで僕たちはちゃんと大きくなっていこうというような話です。この違いはショーとキャセの間に非常に色濃く反映されています。というのはまずですね、ショーの場合はどちらかというとこちらですね、兄弟の誰かが故郷に残る。だからショーの場合は上海とか香港に残って、他の兄弟が海外に出て、そしてデベロップするマーケット、
そしてこのネットワークですね、要するに故郷と東南アジアのシアターのネットワーク、彼は一大ネットワークチェーンを作るわけですから、そこで事業を映画産業ですね、映画をその推進するという、ある意味ではそのブラッドのそのボンドです。それに基づいてショーブラザーズというのは会社を運営していたというふうなことは言えると思うんですね。じゃあそれに対してキャセ、オーチャードの近くにはキャセビルディングがありますけれども、ここのキャセの、ロック・ワン島ですね、まあ創業者というか、この人が1959年にこういうことを言ってるんです。要するに59年はそのセルフガバナンスをイングランドが認めたわけですね。シンガポールが要するに自治権ですね、要するにセルフガバナンス、これを獲得した今、自らの我々のインディペンデントなカルチャーをウィンシュッと言ったんです。そして映画はこの目的ですねを促進させるメディアである、僕はこれは素晴らしい発言だと思うんですね。であると同時に、この人たちとこの人たちが共通するのは非常にこう何ですか、効率的エフェクティブなそのプロダクションシステムを作り上げたことです。ですから あるアメリカの研究者はショーブラザーズのスタジオをまるでフォードオートモービルのファクトリーみたいなのがあったんです。何日間で予算はこの中でこういう人間をスタッフを使ってそれで映画を作り上げる、どんどんオートマティカルに作られてきたんです。これがまあフォードファクトリーみたいだとその人は論文で書いてます。それともう一つ、ショーブラザーズもキャセも同じなんですけども、有能な外国人の監督、例えばインド人もインドから呼んで彼らに監督させる、フィリピンから呼んで、そして日本からも大勢の監督とかカメラマンですね、そういう人たちがショーブラザーズのスタジオで映画作ってます。ですからこれはフォーリンタレントプログラムですよ、今で言うというようなことをもう彼らはやっていたんですね。ですからぜひですね、そういう面からもですね、この2つのスタジオっていうのをもう一回読んでいただけると、そういう本たくさんありますから読んでいただけると非常にありがたいです。